武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。侍ショーダウン。高根響き。行きますね。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕末の剣士高根響はその眼を開き、己が異なる時代、見知らぬ土地にただ一人佇んでいることを知った。不安に駆られる少女の思いに応えるかのように、強風が西へと向かって吹く。その風に背を押されるように、響は沈みゆく月の方向へと歩き始めるのであった。どうしてもこの先で確かめたいことがあるんです。もし道を開けてもらえないのであれば切ります。ごめんなさい。この先はすでに異界、切ることをためらう者は生きては帰れぬ。お主を止めるためじゃ、許せよ。なればいい。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。あなたが私を呼んだんですね。わかりました。全力で戦います。見ていてお父さん。許せぬ。この世が、そなたが、憎い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 。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。
辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。桜舞い散る中に響きは立つ。曇天は晴れ、柔らかな光が辺りを照らしている。光に包まれる静か御前の優しい笑みを思い出し、響きもまた口元を緩めた。私がここに来た理由はきっと彼女に会うためだったんだろう。目を閉じた響きの体、桜吹雪が優しく抱き留めた気がした。響きがまぶたを開けば、そこは旅の道中にわか雨に降られ飛び込んだ古い小屋の中だった。旅路へ戻らんと立ち上がる彼女の肩からひらりと桜の花が散る。小さな花弁を手のひらに収め、響きは父の墓に向かい歩き出した。墓の前で手を合わし、響きは己の道を思い返す。あまたの剣士と戦ってきた。刀を交えるその度に父の言葉に心づく。刀は人を殺めるもの、しかし同時に苦しんでいる人を救うものでもある。真珠色に輝く桜の花びらをそっと墓前に添えると、彼女はその場を後にした。こたびの旅路は世界を知るため、一人の心強い味方と一緒に。